階段都市伝説ヒトコアとジャンル不問のコア団バトル大コアその歴史に残る名作コアなをひもとくそうそうたるメンバーの中にね入れていただきまして。 本当に恐縮でございます。人生ダメ子です。よろしくお願いします。人生ダメ子ってちょっと変わった名前やなって思われると思うんですけれども、あの、僕普段バンドやってまして、で、今回その時の名前で出場させてもらってます。今は、あの、ユニバーサルミュージックから CD をリリースさせてもらってるんですけれども、その前はですね、 もともとチャットレディとしてお仕事をしておりましたでそのチャットレディの時にですねまあある一定の期間ではあるんですけれども1位を取らせていただきましてでその時のご縁でですねあの今はチャットレディの接客講師現役で稼働されてるチャットレディの女性にこういうふうに接客したらいいよっていうのを アドバイスすするるお仕事をさせててもらってるんですなので今回お話しする内容につきましてはチャットにまつわる自分自身が体験したぞっとする話をさせていただこうと思いますであのチャットレディっていうふうに聞いてもピンと来られない方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよえっ、ー、とですね まあ、インターネットを使って、画面越しで、お客様とお話をするお仕事。そうですね。平たく言うと、あの、ネットキャバクラ。有料のライブ配信みたいなものと思っていただければ、すごくわかりやすいかなと思うんです。で、インターネットを使ってするお仕事なので、当然本当にいろんなお客様、いろんなところから、 日本全国海外からも本当に様々な方が来られてまあまあまあおおむねはね優しいお客様が多いんですけれども時々あれと思うようなお客様もいらっしゃるんですである日来たお客様なんですけれどもあの画面の外に顔が見切れてる状態でその男性の この白、白い T シャツのこの辺だけがこちらから見た映像の全体にバーンと映ってる状態で来られたんです。でもまあ、あの、顔を見られたくないお客様って結構いらっしゃるんで、まあ、こちらも気にせずに、あ、こんばんは、はじめましてよろしくお願いします。っていうふうに声をかけたんです。そしたらね、そのお客様が、 あの、僕のことを、罵ってもらってもいいですかっていうふうにおっしゃるんですよ。これもね、時々、そういう M の方って来られるんで、罵倒されることで嬉しくなるタイプの方ですね。あんまりだから、自分自身も、その、特殊だなと思わなかったんですけれども、ただ、全然知らない人を、 ののしるっていうのって結構難しいんですよね。なのでまああんまり上手にできるかどうかわからないんですけれども大丈夫ですかっていうふうにお声がけしたところとりあえずやってみてもらっていいですかっていうことだったんです。ほなちょっとやろうかなということでまずはちょっとねジャブ入れる感じで。 自分何しにこんなとこ来てんねんみたいな感じで言ったんですよ。そしたら、あ、いじめられたくて来たんです。あの、もっと言ってくださいっていうふうに、うお客様の声の温度がね、どんどん上がっていくのが分かって、やっぱり喜んでくれてるっていうのすごく嬉しくなって、こっちもね、自分キモいねんとか、どっか行けやみたいな感じで、ポンポンこう言葉が出てくるたびに、 男性の方も、ああ、もっと言ってくださいっていうふうに、テンションが上がっていくと。なので、お互いこう、S と M の関係ですごくいいキャッチボールができて、チャット自体がポンポン調子よく進んでたんですよ。なので、ああ、よかったと思って、ほっとして、相手の映像をふと見ると、画面の下側、見切れてるところではあるんですけれども、下側のところで、 こう右手をねゴソゴソやってるのが分かったんですよ。あこれは多分この辺りって股間に当たるところやからあこれは一人で気持ちよくなってきてんの違うかなっていうふうに思って気づいちゃったんですけれども普段は気づいたとしても基本何にも言わないんですよ。 まあそういうこともあるだろうとほっとくんですけれどもそのお客様は罵られたいいじめられたいということはこれも言ってほしいからやってるんかなと思ったんですなので「自分何勝手に女にしてんねん」って言ったんですよ そしたらその瞬間、その男の人の動きが急にピタッと止まって、ああ、しまった言わん方がよかったかなーって思った矢先に、その男の人が、あ、もういいです。って言ってバッと立ち上がったんですよ。その瞬間に見えたのが、ザクザクに切りつけられて真っ赤になった左腕やったんですよ。 えっと思って、よく見たら右手には、ハサミを握ってて、この男の人は、罵られながら、マスターベーションしていたんではなくって、罵られながら、右手のハサミで、左腕をさらに切りつけることで、快感を得ていたようなんです。 そこからその男の人はもう僕のとこには来てないんですけれども今でも他の女性のところには行っているのかもしれませんという体験談でしたありがとうございました最後までご視聴ありがとうございました大コアチャンネルチャンネル登録をよろしくお願いします